先ほどのニレーズでは雨が降っていましたが、徐々に青空が広がっています。現在気温は10度、風の方は西から5メーターほど、スタートラインに対して追い風コンディションです。予選競争の第3レース、対戦メンバーです。1号艇佐賀の山口隆、2号艇香川の三好隼人、3号艇大阪の渡辺雄一郎、4号艇広島の山根博樹、5号艇福岡の梶原忠、6号艇福岡の藤田美代です。1-2-3-4-5-6での待機行動です。6艇バック側にいます。1コースには1号艇山口隆が入ります。低長期シリーズの中、抜群の動きを見せています。昨日は2着1着連帯発進、スリットからぐっと出ていく1号艇山口に人気が集まります。2コースが2号艇三好隼人、3コースが3号艇渡辺雄一郎。昨日のドリームは3着入着していました。スピード戦拾おうとしますか。3コースから4コースが4号艇山根博樹、角戦です。5コース6コースは地元、5号艇梶原忠が5コースから、6コースが6号艇藤田美代です。体型は3対3、進入はインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。予選競争第3レース、1号艇2号艇3号艇5号艇覗いていく1周の1マーク、1号艇山口逃げる、3号艇の渡辺がまくる、刺す2号艇は三好と向こう正面は1号艇山口隆、内側2号艇三好隼人、1番と2番の先頭争いです。スタートは前提正常でした。強めに抑えようと1号艇の山口、内が粘る2号艇の三好、一緒に巻く2号艇三好が先行、差す1号艇は山口隆、2号艇対1号艇先頭争いは2号艇の三好が今度は優勢に運んでいく、1号艇山口は一定審査、3番との接戦から3号艇の渡辺雄一郎若干前に出ていきます。レース場2周目、1幕先頭2号艇三好隼人、1号艇山口隆、ここは離されました。3番手は3号艇の渡辺の内側、4号艇5号艇届いています。3番手は3艇接戦、5号艇4号艇3号艇3艇が並走です。レースは2周2幕の旋回です。先頭は2号艇三好、2番手は1号艇山口隆、3番手は5号艇梶原先行、逃げた3号艇は渡辺雄一郎、3番手は5号艇梶原がリードしていく、上の3艇は2番1番5番の体系、2艇審査で3号艇渡辺雄一郎です。レースは最終周回、1マークの旋回、さあ3番手は5号艇の梶原が先に回っていく、3号艇の渡辺雄一郎、指して向こう正面は3号艇の渡辺が届いてきそう、さあ5号艇の梶原に届きました。3号艇は渡辺雄一郎、3番手は3番と5番が接戦、最終ターンマーク、勝利へ向かうのは2号艇三好隼人、2番手が1号艇山口隆、3番手は3号艇渡辺雄一郎先行、指す5号艇は梶原忠、ゴール前3番手は3番と5番が接戦です。先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、3番5番の順でゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第3レースの確定は1着2番2着1番3着3番、以上でした。お待たせいたしました。ボートレース江戸川シリーズ4日目の戦いは第4レース予選競争を迎えています。対戦メンバーです。1号艇佐賀山口隆、2号艇福岡村上翔一、
3号艇東京桑原正光、4号艇兵庫藤岡俊介、5号艇香川智直、6号艇岡山斉藤正幸、以上の6選手です。陰線1号艇の山口隆、昨日は伸び足を中心に船足の気配は上向きでした。E コース2号艇の村上翔一、3コース3号艇桑原正光、出足乗り心地は良好です。4コース角4号艇藤岡俊介、キレキ覆して伸び足気配は良好。5コース5号艇の香川智直、6コース6号艇斉藤正幸、モーター22号機出足回り足は変わらず上位です。ここは3号艇の桑原と4号艇の藤岡ともに得点率9位で並んでいまして、唯一勝負がけの前半戦となります。スタートまでは10秒切ります。第4レース予選競争です。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。ダッシュ勢が好スタート、5コース5号艇の香川がトップスタートを切っています。一周1マーク、角からまくっていく4号艇の藤岡、差しは2号艇の村上、内側3号艇の桑原と5号艇の香川でバックストレッチです。先頭はサッシハンドル3号艇の桑原の内側から6号艇の斉藤が並んでいます。アウトコース差がなく5号艇の香川と先頭争い並んでいます。スターター前提正常です。内側から一周にマーク、6号艇の斉藤が先取っていく、内を狙って2号艇の村上、3号艇の桑原で方面通り返しています。先頭争いからは6号艇の斉藤が抜け出しています。2番手争い3号艇桑原のインコースに2号艇の村上、差がなく5号艇の香川、4番1番と追走。2周の1マークをトップで6号艇の斉藤が旋回、2番手は3号艇の桑原が振り切りました。3番手に2号艇の村上、上位の体系は6番3番2番、その後ろ3艇進行方に1号艇山口、5号艇の香川、4号艇の藤岡と並んでいます。2周の2マークトップで6号艇の斉藤が旋回、2番手3号艇の桑原、3番手2号艇の村上、その後ろ差がなく4号艇の藤岡が定冠詰めていまして、方面通り返しています。レースは最終周回です。体勢変わらず6番3番2番ですが、一定審査内側から4号艇の藤岡が並んでいまして、3周の1マークです。3番手2号艇の村上、内側から4号艇の藤岡で最高のバックストレッチ。3番手は2号艇の村上が守っていますが、内側から並んでくる4号艇の藤岡、4番2番と3番手争いが焦点となって最終コーナーへと向かいます。トップで6号艇の斉藤が旋回、2番手3号艇の桑原、3番手は内側から4号艇の藤岡が先制していきまして、逆転で3番手と藤岡が上がるか、差がなく1号艇の山口です。先頭6番の斉藤合輪、3番桑原合輪、4番の藤岡、1番山口、2番の村上、5番香川合輪です。以上、第4レース予選競争でした。外から桂林博士が少し様子を伺って前方気味、予選の第4レースが始まっています。高額版からインドリガ1号艇の山口隆です。現在演奏復帰から2号艇地元の佐藤博明、中山翔太が前方気味、昨日はサッセ勝利があります。桂林博士がその横まで来ているか、山下龍神現在エンストから復帰、外には5号艇の向井浩二、本番は桂林がコースを動いてくるか。山口隆は高額番乗りしての陰線であります。今日は気象も踏まえてグリップも考えての調整作業、
やや行き足パンチは出ているような雰囲気があるが2号艇の佐藤博明です。横には3号艇中山翔太、桂林博士が逆襲に燃える一戦ですがスロー4に合流し、山下龍神が5コース角再アウトに5号艇の向井上浩二、昨日は 2-3 というまとめです。やや西日でまぶしさを感じるが1番2番3番6番4番5番の進入です。さあ、島さん2号艇の佐藤がトップタイミング、揺さぶる1号艇山口もダッシュは効いている。山口隆がまずはコーナーイン逃げ逃走体制、2号艇佐藤覗き気味、おっとふわふわしているが外から3号艇の中山翔太、内を切り込んでる2号艇の桂林が2番手争い混戦に参入、飲酒道圏外1号艇の山口隆が早くも独走展開。前提スターター正常、3号艇の中山翔太、6号艇の桂林がコーナー先に回って3号と手前でふわふわっとしたんですが2号艇吸収され4号艇ここでドドドッとかなりここ絡んでいるが、ホームコースへ変えて2番手は3号艇の中山翔太のアウト、6号艇の桂林ですが3号艇の中山翔太現在は3艇新先行、上位1番3番6番の体系であります。山口隆は独走体系、3号艇前の後席でフラフラしているが6号艇の桂林は逆に前が詰まる体勢、6号艇の桂林が追い上げという展開であります。波で若干ロスがある3号艇の中山翔太が外へボートを出した瞬間は空きのスペース、潜り込んだ6号艇の桂林、小さく落としながらくるっとボートを返す3号艇、切り込み返し3号艇の中山翔太もじわじわと6号艇道中コーナーごとに挽回してきている桂林博、もうボートは横まで来ているか、中山翔太が踏ん張り切れるか、6号艇外活発、6号艇の桂林もこのコーナーはうまくしのいで回った3号艇の中山翔太、インソー後期回った1号艇の山口隆、3号艇の中山翔太が踏ん張るか、道中から追い上げ気味という桂林、最終コーナーの2着競り合いは中山翔太が2番手ターン、6号艇の桂林さっせ迫るが3号艇中山優勢、先頭1番の山口ゴールイン、2着で3番の中山翔太、3着6番の桂林、4番の山下、2番の佐藤、5番の向井上ゴールイン。第4レースの確定、1着1番、2着3番、3着6番以上です。変わらず雨が降っています。ほとんど風はないままで、そして気温は10度を示しています。冷たい雨の中登場しました予選競争第8レースのメンバーです。1号艇佐賀山口隆、2号艇群馬金子武、3号艇岡山小野信樹、4号艇静岡大場聡、5号艇広島三宅健太、6号艇愛知彦坂慎太郎、以上のメンバーです。内から1、2、3、4、5、6、1号艇の山口隆、九州地区戦で桑原優選手が優勝しました24号機、今日はオープニングの1レース2コースから指して2着でした。2号艇の金子武史が2コース、3コース3号艇の小野信樹、前半4レースは2マーク指して浮上の3着です。ここまで3着3着ときています。引っ張って4号艇の大場聡、5コース5号艇の三宅健太、エース級モーターの14号機、6コース6号艇の彦坂慎太郎、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで2秒1秒
スタートしました。第8レース4号艇と5号艇わずかに好スタート。さあ1周1マークに向かっていきます。まずは4号艇の大場が回っていく、まくっていった4号艇の大場のインコースは5号艇の三宅がまくり出して旋回しました。これが突き抜けた5号艇の三宅です。スタートは先手正常でした。5号艇の三宅のまくり出し、そして先にまくった4号艇の大場2番手、3番手は2号艇、3号艇、1周にマークは5号艇の三宅、2番手は4号艇の大場が外を回してキープします。後方3番手ですが、2号艇の金子武史が3号艇を抑えて完全に回してきました。単独の3番手に2号艇の金子武史です。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク5号艇の三宅、2番手4号艇のオーバー、3番手2号艇の金子と回りまして向こう正面へ。上位の体型は5番、4番、2番です。ちょっとバタバタとしている2号艇の金子に対して、また少し低下を詰めてきている3号艇の小野信樹、3停止後ろです。2周2マーク上位の2点は5号艇4号艇とクリア、そして3番手は2号艇の金子武史、3番手の位置をキープとしたいところですが、それでもちょっとバランスを崩した格好、3号艇の小野信樹が差を詰めてきますが、2停止差。レースは最終周回です。3周1マーク先頭は自らスタートもよく、そしてまくり出しの展開をバッチリ捉えた5号艇の三宅健太、エース級モーターの14号機、そして先に4コース角からまくっていった4号艇の大場が2番手、3番手は2号艇の金子武史、なんとかキープをしています。5-4-2の体型、この組み合わせ3連単を打つ5-4-2は 174.8 倍を示しています。3号艇の小野信樹、4番手、5番手が1号艇の山口隆、最高峰が6号艇の彦塚慎太郎、最終コーナー5号艇、4号艇、2号艇の順で第8レース、まもなくゴール。先頭5番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、1番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。第8レースの確定は1着5番、2着4番、3着2番以上でした。上空はどんよりと曇った状態で、そして水面の方は風はほとんどありません。気温は13度を示しています。少し上がってきています。ただいまから一般競争の第8レースです。メンバーは1号艇佐賀山口隆、2号艇静岡渡辺哲也、3号艇山口大井清樹、4号艇長崎山口哲司、5号艇山口藤本義文、6号艇大阪渋谷昭則、以上のメンバーです。内から1-2-3-4-5-6枠なりの待機となっています。1号艇の山口隆、シリーズまだ白星なく来ました。九州ダービーの優勝モーター、最後白星を飾って帰りたいところです。2号艇の渡辺哲也が2コース進入です。3コース3号艇の大井清樹、今日の前半の4レースは5コースから3着でした。そして後ろに引っ張って4号艇の山口、4号艇の山口哲司です。高モーターの1つ12号機、今日の前半は3着、そしてこちらも前半3着でした5号艇の藤本義文、6コースが6号艇の渋谷昭則。進入体型はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第8レース、あまり差がないスタートです。
一周一マークの攻防はまず1号艇の山口がインから逃げていく、2号艇の渡辺が刺す、そして3号艇の大井も2番刺しできまして、後から4番6番と刺しも、ここは2号艇の渡辺哲也が刺しが入っていきます。スタートは先手正常でした。2号艇の渡辺哲也、残す1号艇の山口隆、そして3番手は3艇です。1周2マーク、2号艇の渡辺哲也が先にターンする、1号艇の山口隆は外を回る格好で2番手追走になります。2対1の体型、後方3番手争いからは3号艇の大井清樹が単独で浮上してきました。レースはこれから2周目です。2周1マーク、トップ2号艇の渡辺哲也、2番手が1号艇の山口隆、3番手は3号艇の大井清樹と回ります。その3号艇の大井が2番手1号艇の山口隆に対してインコースくるっと回って捉えてきました。さあここは一気に2番手争いに止まっています。3番と1番が並走で2周2マーク、トップは2号艇の渡辺哲也、そして2番手争いからは3号艇の大井が先に回って1号艇の山口は遅れました。逆転で3号艇の大井が2番手浮上、3番手は4艇身空きました1号艇の山口隆、上位体系は2、3、1と変わってレースは最終周回、4番手以降は4号艇の山口哲司、5号艇の藤本義文、最後方が6号艇の渋谷明典、最後のバック2号艇の渡辺哲也、2コースからの差しが決まってきまして、最後に初白星飾って帰ることになりそう。そして3号艇の大井清樹、道中逆転の2番手、3番手は1号艇の山口隆、2、3、1、この組み合わせ3連単の打つ2、3、1は 137.3 倍を示しています。最終コーナー2号艇、3号艇、1号艇と折り返し、第8レースまもなくゴールです。先頭2番ゴールイン、3番ゴールイン、1番ゴールイン、5番4番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。第8レースの確定は1着2番、2着3番、3着1番以上でした。争いは早速動きが出てきています。第9レースの予選競争です。雨は上がりかけてきました。競争水面少し横風になってきました。水面状況です。さあスロー水域は早くも決まっていきます。1コース2コース、そして6番の寺田が横に流したという体勢になっています。 1,2 コースの2人早めに決まりました。外からの動きに対しまして譲りません。絶好枠1番の山口隆が1コース、現在オレンジ部横あたりの位置になってきました。スタート展示同様真っ先に動いてきまして2コース奪いました。5番の真島仁、そして6番の寺田志央が現時点では中段位置の3コースというところ、その後ろに2番の渡辺、3番重富とまだ横に流しています。スタート展示では4コーススロー発進でした2番の渡辺、本番ではダッシュ戦を選択、4コースの角になります2番の渡辺俊介、5コースが3番の重富慎也、6コースに4番の三好はじめです。ダッシュ3艇となりまして少し深くなってきたのが 1,2 コース、2対1対3のスタイル、 1,2 コース現在 100m 近辺でスタートまでは10秒を切ります。進入体系はインコースから1番5番6番2番3番4番です。スタートしました。やや狙ったのは5、6コース外の2人ですが、内側の各艇も伸び返していく、逃げる1番の山口、6番の寺田、まくってく6番の寺田、まくりは少々流れました、届きません。1番の山口逃げました。6番寺田の後ろ、内から3番の重富、さらには2番の渡辺が続いています。スタートは前提正常でした。1番の山口先頭、2艇身リード、
さあ2枠の旋回、2番手内側狙って2番の渡辺ですが、これは6番の寺田が振り切る。そして先頭に一気に内から差を詰めてきました。1番山口のリードは一手し、先がここでかかりかけてきた6番の寺田、インコースここで並びました。先頭争いに持ち込んだ6番の寺田、その後ろ3番手は3番の重富で2周の1マーク。6番寺田に対して差しを狙いますが、1番山口届きません。ここで先頭6番の寺田逆転、リードは2手進半です。1番の山口は2番手交代、そして3番手には3番の重富、上位3手は6番1番3番、後ろ4番手は5番の真島と2番の渡辺が追う展開で2周2マークです。3番手は3番の重富、内をつく2人ですが届いていません。ホームステレッチでは3、4番手、その差は2手進半ぐらい。3番の重富、3番手、4番手から追いかける5番の真島で、レースは最終周回です。6番の寺田逆転でトップ奪いました。2番手追走、1番の山口、3番手はここも3番の重富守ります。4番手5番真島との差はこの辺りでも2手進半ぐらいと変わりません。2連単の6番1番の組み合わせは5倍ちょうど、3連単の6番1番3番では 43.8 倍です。最終ターンはここは慎重に回る3番の重富、最後まで3番手守りきりました。先頭6番寺田合輪、1番山口合輪、3番重富合輪、5番2番の順で合輪、4番三好合輪。第9レースの確定は1着6番寺田翔、2着1番山口隆、3着3番重富真也。以上でございました。ボートレース小島の第8回スミシン SBI ネット銀行賞予選の2日目、今日のレースはここから中盤カードへと移ります。第5レースは日替わり定食戦です。1号艇には山口隆、2号艇には永田圭司、3号艇には飯島誠、4号艇関徹、5号艇岸本隆、6号艇には西野勇輝。以上6選手が争う5レース日替わり定食戦です。今日2回目の登場となります。オープニングカードは2着連帯、昨日から3着2着と船券絡みが続いています。ここは絶好枠番での登場となりました。人気の一角は1号手の山口、2コースもう一歩の人気は2号手の永田、初日は1着2着の2連帯です。センター3コース昨日の後半レースに速攻を決めた3号手の飯島、4コース下げて角1、今日このカード1回走りの4号手の関、5コース5号手地元の岸本は初日2着1着の好成績、最アウト6コース6号手の西野、進入スタイルは3対3、枠内で大時計12秒進競り回転です。第5レースは日替わり定食戦、 A コースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。足立探偵、好スタートは4号艇5号艇6号艇、特に5号艇の岸本が出ていきます。5号艇の岸本をまくる、狂った運び1号艇の山口、アウト待って2号艇の永田、切り込んで6号艇の岸西野でバックへと入りました。ここは5号手の岸本がまくってきました。リマットは1号手の山口、3番手6号手2号手の接戦で、その後方4号手関、3号手の飯島、一緒にコーナーの世界、サートは正常トップ手界、5号手の岸本、2番手は1号手の山口が回る、切り込んで6号手西野、最初は2号手永田球児、先頭は5号手の岸本、リマットが1号手の山口、3番手は6号手の西野が上がって上代け516、レースは2周目と映っております。
1番黒旋回は先頭5号艇地元の岸本で、2番手は1号艇の山口で、3番手6号艇の西野で小回り手を合わせる2号艇の永田ですけれども、3番手進んでかわして6号艇の西野長打計516、その後方水がいて2号艇永田、4号艇付き最後方は3号艇の飯島です。でスワン西にマークの旋回です。先頭5号艇の岸本がターンし、2番手1号艇山口が回る、3番手で帰ってきた6号艇の西野頂戴系は516、レースはこれから3周目と移っていきます。このレースアウトの2名、5号艇で岸本、6号艇西野、コンマ1009のタイミング、5コースから5号艇の岸本が攻め切りました。2番手に先転えて1号艇の山口で、3番手トップスタートでした6号艇西野、頂戴系は516、2連単51は 43.8 倍、3連単516 79.9 倍、ラストコーナーの旋回です。昨日から日をまたいで連勝、先頭5号手の岸本、2番手1号手の山口、3番手の高手西野がクリアし、頂戴計516、まもなくゴールインです。先頭5番です、岸本ゴール、2着1番山口、3着6番の西野ゴール、2番の永田、4番の関、ラストは3番です飯島、今ゴール。以上小島対抗レースでした。第5レースの確定です。1着5番、2着1番、3着6番、以上でございました。